はい、大石先生流、2016年3月の温泉ランキング、上位4つの発表ですね。そうですね、はいはい、昨日9位から5位まで来ましたので、はい、また4位からいきたいと思いますね。はい、はい、まず、3月に、4位の運勢の方、はい、はい、名数5の方ですね。はい、ですね、はい、まあ大体上の順位の方は、うん、まあ行動した方が運が向くよっていうところになってるわけですけれども、はい、この名数5の方の場合、今月はですね、うん、お金にまつわる予算が出るよっていう形なんですね。へー、嬉しい。だから、まあ、行動してお金になるとかっていうのももちろんありますし、はい、さらにね、あの先行投資として考えると、大きく動いた方がいいよの動くの中に、うん、ちょっとお金使ってみると、例えば人に奢ってあげるでもいいし、うんうん、ちっちゃくはね、うん、大きくはなんか投資してみるでもいいんだけれども、はい、そうすると、うん、そのリターンも大きいよっていう形の、あ、ちょっと見返りが、うん、そうですそうです。だから、物質とかお金の良さとなって出てくるよっていう形が、うん、今月の名数5の方であると。おお、いいですね。そうです、これが第4位の数ですね。はい、はい、で続きまして、はい、いよいよベスト3第3位になりますが、名数1の方、1、うん、んだよね。はい、僕です。あれ、3位、そうです、おかしい、腑に落ちないか、おかしいでしょ3位なら出てるんだからいいでしょうが困っちゃいましたけど、はい、困らないですよ、他にもいますから、ね、長谷川さん以外の1の方はですね、とても運のいい月になってきましてですね、素晴らしい、どういう良さかと言いますと、うん、聞きましょう、やっぱり、突然の出来事というですね、うん、想定外の出来事のラッキーというのがあります。だから計画的に進めてとか準備をしてではなくって、うん、本当に偶然出会うとか偶然起きるとか、そういうハプニング的なことが、運の良さのきっかけになってくれる。それがラッキーだったんですね、悪いことじゃなくて。そうですそうです、いい目に遭うぞという形になっております。ほう、でそれもどっちかというと後半の方ですね。3月の前半は割と普通にというか、まあ、穏やかな半月間で、後半の方になると運のこう波が激しくなるんだけども、うん、そこでそういう突然の出会いみたいなことが起こりますよ。じゃあ僕今書いてるスケジュール中の3月に入ってるスケジュールの中でない出来事ってことですよね、きっと。想定外の出来事で、うん、そもそもスケジュール帳なんか書いてるの？書いてますよ、それありますから。ちょっといろいろね、ライブだとかライブだとかライブだとかバイトだとかバイトだとかありますから。K線しか書いてないやつ、え、なんですかそれ。スケジュール真っ白とかそういうやつじゃなくて、一応あのライブあります、テレビはないですけど、バイトのバイトがいっぱい埋まってると。そうです、分かりました。それ以外のことが起こると。はい、なんだろう。続きまして第2位ですね、はい、2位の方は名数が88、はい、はい、名数8の方、ですね、うん、かなりあの周りからこう、期待されたり引っ張りだこになってですね、忙しい月になります。お、まあ、あの出る場を与えられるとかね、うんうん、だから、それに応えて、うん、頑張っていくことによってあの非常に評価も高くなるよという形になります。まあ、あの単純に言うと忙しい月なんですけれども、はい、それがこう自分がすり減るような忙しさではなくって、うん、どん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 それによって自分の場が広がったり、上に上がったりすることができるよという月ですので、うん、この時は積極的にどんどん立ち向かった方がいいでしょう。お、はい、でいよいよ3月第1位の方、なんだ出てない、はい、出てない人誰でしょうかね、うん、名数4の方、4、はい、1位、第1位となりました。お、ですね、これは今までやってたこととガラッと変えた方がいいよという月になります。はい、結局延長線上ではもうダメですので、うん、全く新しいこう想定というかですね、気分もそうだしやり方もそうだし、うん、まあそういう意味では変身のチャンスと言えるかもしれませんね。でわざと今までと逆に逆にやってみるっていうのが今月の開運の鍵だと思います。とにかくやり方変えろ、現状維持はダメ、現状延長もダメ、全く今までチャレンジしたことのないことを始めることがとても良いことだと、はい、これが名数1の方、あ、4です、4の方です、はい、の、今月第1位、そうすると、やっぱり金運物質運の跳ね返りとなって出てきますので、はい、うん、やっただけ儲かる月だと思ってください。それで逆のことをやらなきゃあんまり良くないというか。そうなんです、やらないとね、まあ
まあ普通ぐらいで悪くはならないですが、うん、もったいないですね。せっかくそういう変化運が来てるわけ。いや例えば、うん、靴を履くときにいつも右足から履いてたのを左から履くとか、まあそれも確かに違うことだよね、うん、違うことだけども、それによって何の物質が来るかってことだよね。多分ね、あの右の靴のすり減り方が減りますね。そこはとても儲かると思いますね。あでもなんか いつもの行動と逆というか違うことに変化したことをやってみる、うん、でもね真面目な話、はい、無意識にやってる習慣って、うん、あのそういう今の右足左足って単純な話ではあるけれども、うん、無意識にやってることって結構根深いんですよ、うん、だからそこを意識して逆にしてみるっていうのは実は効果高いですよ。なんかでも面白いですね。その確かにもう多分ルーティーンというか決まってるじゃないですか行動って。人間多くの場合省力化して無意識行動にワンパターンになってるので、うんうんうん、そこを動かすってことは結構人間を中から変えることになるのでね。例えばいつもこの道を通ってるのにこっちの道を通ってみるっていうだけで、そうです、かなり変わりますよ。あの見えるものがそもそも違うし、うん、あのそこからものの考え方なんかもだいぶ変わってくる。ほうほう、うん、だから単純なことこそ結構ね大事です。うん、なるほど、ね、その意味では今の長谷川さんのあのね右足左足っていうのは、うん、実は結構大事な話だったりします、ね。でも名数4の方はねぜひぜひぜひ、あの他の名数に比べてさらに効果が高いのが名数4の方ですので、うん、はい、頑張ってみてください。はい、皆さん良い3月を、はい、結果報告でコメントお待ちしてます。